ダンディ・スコットランドにおける、ダンディの一ダンディは、正式名を、ダンディ・シティと呼ぶスコットランドで人口4番目、イギリス全体で人口51番目の都市で、スコットランドに30にある地方行政区画である、カウンシルエリアの一つである、北海に面する定湾の北岸に位置する。ダンディには、中石器時代から人が、継続的に居住してきた痕跡がある。 中世に自由都市として発展し、19世紀に主に、住都産業によって、急速に発展した。このことと、他のダンディの主要産業から、ダンディの通り名である、ジャム獣とジャーナリズムが生まれた。2006年半ばで、ダンディの人口は141930人、都市圏人口は159522人と、見積もられている。 1971年の国勢調査の時点で、ダンディの人口は182,204人の最高に達しているが、その後の転出により減少している。今日、ダンディは、一つの都市、多くの発見というキャッチフレーズで宣伝している。これは、ダンディの科学活動の歴史と、ロバート・スコットの南極探検に使われた、調査船ディスカバリー号が、ダンディで建造され、 今も、市の港で保存されていることを記念するものである。生物医学産業や技術産業は1980年代から発展し始め、現在ではイギリスにおけるデジタルエンターテイメント産業の10%を占めるに至っている。ダンディには、ダンディ大学、アバーテ大学の2つの大学がある。2014年には、医学研究や漫画、 ビデオゲームといった分野での多様な貢献を理由として、イギリスで初めて国際連合教育科学文化機関のデザイン都市に認定された。ダンディの特徴的なところとして、二つのプロサッカーチーム、ダンディユナイテッド FC とダンディ FC があり、お互いに隣り合ったスタジアムを本拠地としているというところがある。伝統的な産業の衰退とともに、ダンディは、 文化センターとして再発展しようとする計画を採用した。この計画を追求して10億ポンドをかけてウォーターフロントと都心を再生し再連結するマスタープランが2001年に始まり30年ほどの期間をかけて完成させる予定となっている。ビクトリーアルバート博物館のロンドン以外では初めてとナルシカン、V&A ダンディは このウォーターフロントプロジェクトの中心となっている。近年、ダンディの国際的注目度が上がっている。雑誌の GQ は2015年にダンディをイギリスで最もクールな小都市に選び、ウォールストリートジャーナルは2018年に世界中で最もホットな旅行先の第5位にダンディを選んだ。ダンディという地名は2つの要素で構成されている。 最初の要素は要塞を意味するケルトの地名である D、N であり、2番目の要素は、スコットランドゲール語において、火を意味する、デグカ、あるいはテイから来ているとされる。ジョン・スレザーの描いた1693年のダンディ初期から人間の活動があった証拠は豊富であるが、ダンディの開港都市としての成功と発展のきっかけは、スコットランド王のウィリアム1世が12世紀末に、 彼の弟で後に、ハンティンドン伯爵となったデイビッドにダンディを与えたことである。町の当時の状況とデイビッドの町を貿易拠点として発展させる政策により、町は繁栄と成長の時代を迎えることになった。伯爵領は、デイビッドの子孫に受け継がれ、その中でも、ジョン・ベイリャルの時代、彼が、スコットランド王に退官した1292年に、 直居自治都市となった。ダンディの街と城は第一次スコットランド独立戦争の際にイングランド軍によって数年間にわたり占領されたが1312年はじめにロバート一世が奪還した。当初の自由都市直居は占領中には失われていたが後にロバート一世によって1327年に再度与えられた。ダンディの街は 1543年から1550年にかけての手荒な結婚申し入れとして知られる紛争に際して困窮し、アンドリュー・ダドリー率いるイングランド軍によって1547年に占領された。1548年になり、前進してくるスコットランド軍に対して街を防衛できなくなったダドリーは街を焼き払うように命じた。 三王国戦争の最中の1645年にも国王派のモントローズ公爵、ジェームズ・グラハムによって包囲を受けている。最終的に町はアルベマール公、ジョージ・マイクに率いられた議会軍によって1651年に破壊された。初代ダンディー・シシャクジョン・グラハムはダンディー・ローの丘の上にスチュアート町の旗を1689年に掲げ、町は ジャコバイト運動の初期の拠点となった。1715年から1716年にかけての放棄に際して、ジャコバイトが町を占拠し、1716年1月6日に、ジャコバイト側の多い請求者である、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートは町に、公式入場を行った。スコットランドの、そして、ダンディの多くの人々は、彼が正当な王であるとみなしていた。 中世のダンディの経済は主に大物の輸出で成り立っており、15世紀の景気交代への対応として、これに繊維最終製品の生産が加わった。政府が18世紀半ばに制定した日本の法律が、ダンディの産業上の成功に計り知れない影響をもたらした。繊維産業は、1742年の報奨金法により、 輸出用に生産されたオスナバーグリネンに政府が補助金を支給するようになったことに刺激されて大規模な4階建て工場の導入がなされ確信された。1750年にイギリスの海運、海軍技術基盤を伸ばすために制定された2番目の報奨金法は捕鯨産業の拡大のきっかけとなった。ダンディー、そしてスコットランド全般に 18世紀末から19世紀初めにかけては急速な人口の伸びがあり、ダンディは1751年の1万2400人から1821年の3万500人へと人口が成長した。1825年から1832年にかけて段階的に理念輸出補助金が撤廃されていったことにより、安い繊維、特に安くて、 頑丈な織物の必要性を促した。中途の乾燥繊維を、ダンディーでは、ガス工場の開設に伴って、余剰となっていた原油を用いて滑らかにし、機械化された工場で、処理できるように加工できることが発見されたことで、ダンディーの工場はそれまでの理念の加工から、アマに比べて4分の1ほどの値段で入手できる、中途の加工へと急速に転換していった。 クリミア戦争中プロイセン王国産のアマの輸入が途絶え、また南北戦争中アメリカ合衆国産の綿の輸入が途絶えたことで、ダンディには繁栄がもたらされ、19世紀後半を通じて、ダンディは重都産業が主たる産業となった。特にアイルランドからの移民の労働者が前例のない規模でやってきたことで、都市の膨張が加速し、 ジュート産業の絶頂期にはダンディーには62のジュート工場があり、5万人を雇っていた。ロッチー地区に巨大なキャンパーダウン工場を構えていたコックスブラザーズは、当時ヨーロッパで最大のジュート化工業者であり、5000人以上を雇っていた。繊維産業の発展に伴い、関連する産業、特に捕鯨、海運、造船といった産業が発展し、 港の処理能力の需要増大に対応するため、1815年から、ウォーターフロント地区の大規模開発が開始された。最大時には、ここで、年間200隻の船が建造され、その中には、ロバート・スコットの南極調査用の船ディスカバリー号も、あった。この船は現在、ダンディのディスカバリーポイントで展示されている。重要な捕鯨産業もダンディを拠点としており、 主に銃ュ工場に、原油の供給を行っていた。捕鯨は1912年に、造船は1981年に終了した。初代提供を南側から見る、崩壊事故の直後で、崩壊した部分が北側に見えているダンディーの経済の主たる部分は、銃ュ産業が占めていたが、他にも小さな産業が知られていた。 有名なものは1795年に創業したジェームズ・キーラーサンズで商業的なマーマレードの生産を開始した。1905年に設立された出版会社の DC ・トムソンもある。ダンディは3つの J、すなわちジュートジャムジャーナリズムで成り立っていると言われる。ダンディはイギリスの鉄道史上最悪とされる提供事故が起きた場所でもある。 初代の提供は1878年に開通した。開通の18ヶ月ほど後の嵐の日に旅客列車が通行中に橋が崩壊し、75人が死亡した。ダンディの歴史上最も大きな火災は1906年に発生し、伝えられるところによれば、通りを伝って燃えるウイスキーの川が流れていると言われた。製品の需要が減少し、 また、コルカタで発展しつつあった産業に対抗していくことができなかったことも手伝って、20世紀初頭には、重都産業は衰退し始めた。これにより、失業率が全国平均をはるかに上回るほど上昇し、大戦間期に最高に達したが、第二次世界大戦後タイメックスや、NCR などのアメリカの軽薄炭勝産業が、進出したことから、 失業率は大きく改善し、その後のマイクロエレクトロニクス産業の発展につながった。ダンディのウォーターフロントを再開発する10億ポンドのマスタープランが2001年から2031年にかけて30年間続くことになっている。このプロジェクトの目的は、都心とウォーターフロントを再連結し、徒歩、自転車、バスのための施設を改善し、 既存の内環状道路並木を植えられた日本の東西用通りに置き換え、新しい市民広場を整備し、鉄道駅を再開発して到着口を西側に設けるといったものである。新しい V&A ダンディが2018年9月15日に開業した。ダンディは1994年のスコットランド地方政府法惑と1994により単一自治体となり、 ダンディ市議会の管轄下の1階建ての地方自治構造となった。ダンディには、ラテン語で、デイ・ドーナムと、プルーデンシャ・イキャンドルという2つのモットーがあるが、通常は校舎のみが用いられている。ダンディは、英国議会の庶民と、スコットランド議会によって代表されている。欧州議会に対しては、スコットランド選挙区に属している。ダンディ・シティ・スクエア。 広場の向こうに立つ建物がケアードホール。右側の建物が市議会の開催されるダンディシティチャンバーズであるダンディはスコットランドの30にあるカウンシルエリアの一つで選挙で選ばれた29名の市議会議員で構成されるダンディ市議会が代表している。かつてはダンディはカウンティでありまたその後は定裁度内のディストリクトであった。市議会は シティスクエアに面した1933年に開設されたシティチャンバーズで開かれる。市長と市議会議長は他の都市での市長に近い地位であるロードプロボストと呼ばれる。市政府幹部はテイサイドハウスを拠点として活動しているが、ブルースエワーと率いる市政府はノースリンゼ通りに面した新しい建物、ダンディハウスを選んで、 テイサイドハウスを廃止する計画と近年発表している。1996年以前は、ダンディは、ダンディシティディストリクト議会が統治していた。これは1973年、スコットランド地方政府法惑と1973で定められた区域を統括して1975年に設置されたものである。この区域では、アンガス、モニフィースディストリクト、 パースの選挙区画であるロング・フォーガンがダンディシティ・ディストリクトに統合されていた。1996年に1994年スコットランド地方政府法の施行によりダンディシティタニー自治体が設置された。これによりモニフィースとインバーゴーリーはアンガスとパースキンロスとなり、おおむね1975年以前のカウンティの区域に戻された。こうした 行政区画の変更の結果として、ダンディ市議会などでは、自然収入を回復させるために、モニフィースとインバーゴーリーを復帰させるべきだとの議論もある。市議会は、労働党と自由民主党が12議席で少数、連立与党を構成しており、これに5議席の保守党が協力している。市議会最大の11議席を持つのは、スコットランド国民党である。 市議会の選挙は4年おきで、2010年時点で、直近の選挙は2007年5月3日に行われた。かつては、小選挙区制で、各選挙区ごとに一人の市議会議員を選んでいたが、2007年の選挙から2004年スコットランド地方政府法枠と2004のために変更された。8つの複数定員の選挙区が設置され、それぞれの選挙区で、 短期常式投票により3名か4名の議員を選んで、できるだけ有権者の意向に比例して配分されるようにした。2007年の選挙では、どの党も過半数を得ることができず、スコットランド国民党13議席、労働党10議席、保守党3議席、自由民主党2議席、無所属1議席となった。2009年3月のメリーフィールド選挙区での、 再選挙により、スコットランド国民党14議席、労働党9議席、保守党3議席、自由民主党2議席、無所属2議席に変化した。英国議会庶民員の選挙については、ダンディはアンダスの一部と一緒に、二つの選挙区を構成している。ダンディ東選挙区とダンディ西選挙区で2017年の選挙では、 スチュワート・ホージーとクリスローがそれぞれ選出されている。スコットランド議会の選挙については、3つの選挙区に分割されている。ダンディー東選挙区とダンディー西選挙区については、ダンディーの市内にある。アンガス選挙区は、市の北東部と北西部の一部を含んでいる。これら3つとも、北東スコットランド選挙地区に含まれている。2018年現在、 ダンディ東選挙区から、ショナ・ロビソン、ダンディ西選挙区からジョー・フィッツ・パトリック、アンガス選挙区からグレームデーのいずれも、スコットランド国民党の議員が選ばれている。2014年9月18日の、スコットランド独立住民投票では、ダンディの有権者は78.8%の投票率に対して57.3%が、独立賛成に投票し、 賛成が多かった四つの自治体のうちの一つとなった。スコットランドの自治体の中で賛成率は最大であり、スコットランド自治政府首相のアレックス・サーモンドなど賛成運動をした中からはダンディを賛成都市と呼ぶ声があった。ダンディは、定湾の北岸に位置し、北海にも近い。街の中心には、ダンディロー、あるいはタンニー。 ザローと呼ばれる活動を休止した火山の玄武岩でできた岩形がある。ダンディはスコットランドで唯一の南岸に面した町であり、これによりスコットランドで最も日当たりがよく暖かい都市であるとの評判がある。気温は北のアバディーニア,アンガスの沿岸地方に比べて2から3度高い傾向にある。また北海に近く、 潮風が吹くことや街の背後に取り囲むように丘が広がっていることなどから、スコットランドの他の地方に比べると、冬の気候がそれほど厳しくない。周辺の丘が雪で覆われていても、市街地には雪がないことがしばしばである。ダンディーの街はかなり狭い土地に密集しており、グラス号に続いてスコットランドで2番目に。 人口密度が高い都市であり、イギリス全体でも5番目である。黄色か茶色の砂岩で作られた高い建物、多くは4階建てのビクトリア朝様式のものが特徴である。市街中心部から一部の郊外地域は、1960年代から高層建築が立ち並んでいるが、近年は次第に取り壊されつつある。 郊外地域はイギリスでも最も貧弱な都市地域となっている。街の東側にはブローティフェリーと呼ばれるダンディーの一部に統合されてはいるが、はっきり格然と違う地区になっている地域がある。ダンディーの西には約20マイルのところにパースがあり、また南部ハイランド地方がある。南にはセントアンドルーズが約14マイル、ファイフの北東部があり、北には シドローズ、アンガス・グレンズ、グラームス城などがある。またスコットランドでも巧妙なゴルフ場である、セント・アンドリュース・リンクスとカーヌスティゴルフ・リンクスが近くにある。ダンディーの古くからの住民は、ダンドニアンと称され、アクセントの違いだけでなくはっきりした、スコットランド方言を話す。最も特徴的なのは、二重母音の、アイ、アイ、という発音のところを単インの、 え、いい、という発音にすることである。他のイギリスの諸都市と同様に、産業革命期の都市化によりダンディーの人口は増加してきた。大きな人口の流入は、ジャガイモ基金から逃れ、あるいは工業の発展に惹かれて、アイルランド人がやってきた19世紀中頃に起きている。また、貧困と基金から逃れるイタリアからの移民や、19世紀から、 第二次世界大戦時期の反ユダヤ主義から逃れるポーランドからの移民も多かった。今日のダンディにはかなりの少数民族が住んでおり、またグラスゴー・エディンバラに続いてスコットランドで3番目の3500人程度のアジア人のコミュニティもある。ダンディの大学は多くの留学生を受け入れており、多くはアイルランド人か。 欧州連合諸国の学生であるが、極東諸国からの学生も増えている。学生の人口は全人口の14.2%を占めており、これはスコットランドの4大都市の中で最大の比率である。コックススタックは、かつてのジュート工場である、キャンパーダウン工場の煙突である。煙突の名前は、ジュート男爵と称された、ジェームズ・コックスから取られており、 彼は後に市長になったダンディは、地域の雇用と教育の中心であり、市街中心部から車で30分の距離に30万人以上、1時間の距離に70万人以上が住んでいる。ファイフの北東部、アンガス、パースキンロスの多くの住民がダンディへ通勤している。2006年時点で、ダンディの生産年齢人口のうち76.7%が、 労働人口であり、約20%が学生である。町には、約4000の企業に9万5000人ほどの雇用がある。1996年以降、雇用は10%ほど増加している。近年におけるダンディへの投資額は、記録的なレベルに達している。1997年以降、10億ポンドにも、達すると見積もられている投資がなされている。 この経済成長にもかかわらず、ダンディーにおいて貧困状態にあり、社会的に阻害された状態にあるとされる階層の人口の割合は、グラス号に続いて2番目である。2006年2月の統計では、1週間あたりの賃金の中央値は409ポンドで、1998年から33%増加しており、スコットランド全体の中央値と等しかった。 2006年時点の失業率は約3.8%でスコットランド平均の2.6%より高かったが1996年においてダンディで8.6%に対してスコットランド平均で6.1%であったことからすればかなり縮小している。2000年にはここ25年で初めて市内の失業者数が5000人を切った。 ダンディの平均住宅価格は、1990年の42,475ポンドから2006年の102,025ポンドと2倍以上になっている。住宅の総販売額は、1990年の1億1,591万5,391ポンドから2004年の3億7,699万9,716ポンドへ3倍以上に増加している。 2001年から2002年から2002年から2003年にかけて住宅価格は15%以上上昇し2005年から2006年にかけても16.6%上昇した第二次世界大戦後のダンディーは産業構造の特筆すべき変革の時期であった重都工業は労働人口の5分の1を まだ雇用していたが、新しい産業が誘致、育成された。NCR は1945年末にダンディを、イギリスでの活動を拠点とした。これは主に、ダンディは戦争での被害がなかったこと、交通網が便利であること、日照時間が長く生産性が高いことによる。生産は1946年に開始され、公式には、 工場が1947年6月11日に開設された。この工場はキャッシュレジスターを生産していたことからダンディ住民には通称ザ・キャッシュと呼ばれていた。工場が開設されて10年と2週間で25万台目のキャッシュレジスターが生産された。1960年代までにはダンディ周辺のいくつかの工場で キャッシュレジスターだけではなく、現金自動預け払い機の生産も行い、NCR はダンディで最大の雇用者となった。また、NCR は、キャッシュレジスター用の磁気ストリップを開発し、初期のコンピューターの生産も行った。ダンディを拠点として冷蔵庫や衣類乾燥機を製造、販売していた会社であるアストラルは、 モーフィー・リーチャーズと合併して、従業員を急速に増やし1000人以上とした。ミシュランが、タイヤの生産工場を開設したことは、1969年4月30日に、貿易委員会が、住都の規制を廃止したことにより、住都工業が衰退し、増大した失業者を吸収することに貢献した。造船所の閉鎖、カーペット製造業の廃止、 重度貿易の終了により1万人以上が失業して1980年代のダンディの産業は大きく変化した。失業の増加と経済の低迷に対処するために1984年1月にダンディは企業地域と宣言された。1983年にはシンクレアリサーチのホビーパソコン ZX スペクトラムがタイメックスによって ダンディの工場で生産された。この年、工場の建物一つを取り壊して、スーパーマーケットを作る計画と首切りに抗議する、労働者たちの座り込み抗議があったが、タイメックスは、会社の生産記録を塗り替えた。タイメックスは、最終的に、6ヶ月に及ぶ、激しい労働葬儀の後1993年に、ダンディの工場を閉鎖した。 2007年1月、NCR は、ゴーディー工場で650人の解雇を行って、生産量を縮小することを発表した。しかし、2007年から2009年にかけての、全世界での景気交代により、NCR は2009年6月にダンディにおける、生産を完全に終了し、これによりさらに120人が解雇された。しかしながら、 ダンディでの研究開発、販売、サポートの機能は継続していくとしている。ウェストエンドにあるマグダレングリーンと野外ステージスコットランドの他の地方と同様に製造業は衰退しつつあるが、それでも労働人口の13.5%はまだ製造業で働いており、これはスコットランドやイギリス全体の平均よりも高く、エディンバラ、グラスゴー、 アバディーンなどに比べると倍以上である。新しい成長産業は、ソフトウェア開発、バイオテクノロジーと、小売業である。またダンディーには小さいながら金融、銀行、保険産業があり、労働人口の11%が働いている。2006年時点で300人以上を雇用している。企業は29社あった。NCR、ミシュラン、DC トムソン、テスコ、 BT グループ、サイテル、アライアンストラスト、ノリッジユニオン、ロイヤルバンクオブスコットランド、アスダ、ステージコーチストラステー、テイサイドコントラクツ、トクハイム、スコティッシュシティリンク、WH ブラウンコンストラクション、CJ ラングサン、JTC ファーニチャーグループ、JTC。ファニチャーグループ、家具製造、ハボス、ティベンハムズ、ナショナルエクスプレスランディ、 w l g o アンドアソシエ t ツ、インプラクティスシステムズ、ウッドグループシンクラーグループミリポアライフサイエンシズアルケミーラボラトリーズサイペックスなどがある。公共部門で多くの雇用があるところは NHS テイサイド、ダンディ大学、テイサイド警察、ダンディカレッジ、テイサイド消防、歳入税官庁、アバーテイダンディ大学、ウェルカムトラストがある。 ダンディ最大の雇用者は、ダンディ市政府と NHS イサイドであり、市の労働人口の10%以上を雇用している。バイオテクノロジーや生物医学部門は、大学の研究から生まれたベンチャー企業まで含めると、1000人ほど雇用しており、非直接的なものを含めると2000人近い。情報産業やテレビゲームのソフト開発もここ20年にわたり、 重要な産業である。レミングスやグランドセフトオートシリーズを開発したロックスターのオースはアバーテイ・ダンディ大学の学生だったデイビッド・ジョーンズが当初はドマデザインとしてダンディで設立したものである。デイビッド・ジョーンズは現在リアルタイムワールズの CEO であり、主にダンディで200人以上の多国籍の人材を雇用している。他にダンディで ゲーム開発を行っている会社としては、電気、ラフィアンゲームズ、ダイナモゲームズ、4J、スタジオズ、コホートスタジオズがある。ダンディのデジタルエンターテイメント産業は、イギリスの10%以上を占めており、年間売上は10億ポンドに達する。科学、技術、医学等の専門分野以外で、製造業が雇用する割合は、 スコットランドの他の大都市より高く12、12%に、達する。労働者一人当たりの製造業売上は1999年で19700ポンドであり、一方グラスゴーでは16700ポンドであった。ダンディーでの倒産件数は、スコットランドの他の都市より低く、エディンバラが22%、グラスゴーが61.4%を占めているのに、 対して、スコットランド全体の2.3%を占めるに、過ぎない。ダンディ周辺には、3つの主要なイギリス軍の基地がある。イギリス海兵隊のコンドル中トン地、イギリス空軍のロイチャーズ基地、イギリス陸軍のバリー演習場である。ダンディで最大の病院は、ヨーロッパでも最大級で最新の、ナインウェルズ病院である。他に、公立病院のキングスクロス、ビクトリア、 アシュルディー、私立病院のファーンブレイがある。ナインウェルズ病院には2007年に、フランク・ゲイリーの設計による、マギーズ・センタービルが、ボブ・ゲルドフを迎えてオープンしている。ダンディーは、スコットランドで、最初のファイバーシティで、各職場や家庭に、光ファイバー通信基盤が引かれている。ハイ・ストリート71番地にある、ガーディングズランドは5つの歴史的な建物が、 保存されている。マーチャントハウスはこの中で最も古く、1560年頃に、ジョン・ガーディンによって建設された。ダンディーで最も古い建物であるとされている。これらの建物は、レストアされて、ダンディーで最初のバックパッカー向けホステルとして、開業している。ダンディー駅ダンディーには、西のパースや北のフォーファー、アバディンと結び、 高速道路 m 9十号線と接続する a 9十号線が通っている。a 9十号線は、ダンディ市内の区間では、中央分離帯付きの道路となっており、市の北側を迂回するバイパスの役割を果たしており、キングスウェイと呼ばれる。ラッシュ時には大変混雑する。東へは、A92 号線がモニフィースやアーブロースと結んでいる。また、a 十二号線は、 定湾を横断する定道路橋により、ファイフとも結んでいる。ダンディ南側の主要道路は、リバーサイドドライブとリバーサイドアベニューで、西側の a 9 5線との交差点から、定湾に沿って走り市の中心部の橋のたもとで、A92 号線に合流する。ダンディには広範なバスのネットワークがあり、市外と結ぶバス路線は、 シーゲートバスステーションを主要なターミナルとしている。トラベルダンディは主に市内部の路線の大半を運行しており、これに対してステージコーチストラステーは郊外の路線を運行している。ダンディには2つの鉄道駅があり、主要なものは海岸に近いダンディー駅である。これより小さいブローティフェリー駅はダンディの東の外れにある。ダンディ市域外にあるインバーゴーリー駅。 バルモジー駅、モニフィース駅などが、保管的に利用できる。ダンディーにおける、旅客鉄道輸送は、ファーストスコットレール、クロスカントリー、イーストコーストの各事業者が運営している。ダンディーのフレートライナーターミナルが1980年代に閉鎖されて以降、ダンディーにおける貨物鉄道輸送事業は、行われていない。メガバス、スコティッシュシティリンク、 ナショナルエクスプレスグループによる長距離バス路線も運行されている。ダンディ空港はロンドンシティ空港、バーミンガム国際空港、ジョージベストベルファストシティ空港との間に路線が運行されている。この空港は小さな航空機専用で市中心部から西に3キロメートルのところにあり、定湾沿いに位置する。最も近い国際空港は 約 95km 南にあるエディンバラ空港である。最も近い旅客港は約 56km 離れたフォースワンの南にあるロサイスである。ダンディの学校には約2300人の生徒がいる。37の小学校と9の中学校がある。このうち11の小学校と2の中学校がカトリックで他は無宗教である。また、 ダンディとその周辺地区の5歳から18歳までの学習障害を抱えた生徒向けの特別学校が一校ある。ダンディにはリンドアズ修道院の修道士らによって13世紀に設立されたインデペンデントスクールであるハイスクール・オブ・ダンディがある。現在使われている建物は ジョージ・アンガスの設計によってギリシャ復古町建築で1832年から1834年にかけて建築されたものである。卒業生の中には、科学者のトーマス・トムソン、哲学者のヘクター・ボイース、スコットランド宗教改革において重要な文献となったザグ・デ・アンド・ゴッドリー。バラティスを表したジェームズ・ウェダー・バーン、ジョン・ウェダー・バーン。 ロバート・ウェダーバーンのウェダーバーン兄弟などがいる。1554年に改革派となり、スコットランドで最初の改革派の学校である。大部分が疑わしいとされているが、ブラインド・ハリーの本によれば、ウィリアム・ウォレスもダンディで教育を受けたとされている。ダンディ大学ダンディには2つの大学があり、およそ1万7千人の学生がいる。ダンディ大学は70年間にわたって、 セントアンドルーズ大学の一部で、最初はそのユニバーシティカレッジ、後にはクイーンズカレッジと呼ばれており、1967年に独立した大学になった。ライフサイエンス学科で重要な生物医学分野や、主要学の研究が行われている。また、ダンカン・オブ・ジョーダン・ストーン・スクール・オブ、アート・デザインや、教師の訓練学校も、大学の一部としている。 アバーテイ・ダンディ大学は、ダンディ工科大学として1888年に創立した。1992年の高等教育法により、大学となった。コンピューター技術や、特に、ビデオゲーム関連の技術で有名である。ダンディカレッジは、ダンディにおける包括的な継続教育を行う、学校で、高等教育。 職業訓練学校として1985年に設立された。あるマクトゥムインスティチュートは、ダンディのブラックネス通りに2001年に設立された。研究中心の高等教育学校で、大学院生など大学を卒業した、人向けに主にイスラム教や多文化主義に関する教育を行っている。独立した学校であるが、学位は、 アバディーン大学によって認証されている。ダンディー教区教会、ダンディーのシティ・チャーチの一つ、もう一つのスティープル教会も背後に見えている、スコットランド国教会のダンディー長老会がダンディーと、その周辺の37の神徒集会を監督している。このうち21はダンディー市内で、他にブローティフェリーやバーンヒルにも教会がある。しかし出席者が減少しているため、 他の教会に委託されているものがある市の中心部にあるのでシティチャーチと呼ばれているダンディー教区教会とスティープル教会がダンディーのスコットランド国教会で最も重要な教会であるこの2つの教会は中世のセントメアリー教区教会の後にあるセントメアリー教会の中では15世紀の斎藤だけが残っている 付属協会はかつて中世スコットランドで最大の教区協会であった。ダンディーは中世スコットランドの自由都市では珍しく二つの教区協会を持っており、もう一つはセントクレメント教区協会であったとされているがすでに亡くなっており、現在のシティスクエアのあたりにあったとされている。中世のダンディーにはドミニコ会とフランシスコ会の活動もあり、 多くの病院や教会が設立されていた。しかし16世紀半ばのスコットランド宗教改革によりこれらの施設は取り壊されて墓地にされ、それぞれ現在のバラックストリート墓地と豊富墓地となっている。セントポール大聖堂はスコットランド聖公会のブレチン教区の拠点である。市内の8つの教会と、さらにアンガス、カース・オブ・ゴーリー、 アバディーン・シャアの一部の17の教会を管轄している。ジョン・マントル司教が指導している。セント・アンドルーズ大聖堂は、ローマ・カトリック教会のダンケルド教区の拠点で、ビンセント・ポール・ローガン司教が指導している。この教区は、ダンディーの15の教会と、周辺地域の37の教会を管轄している。メソジスト、バプテスト教会、回収派教会、 ペンテコステ派の教会も市内にある。また、キリスト教非主流派の救世軍、ユニテリアン主義、クエーカー、エホバの証人、キリストアデルフィアン派、末日聖徒、イエスキリスト教会の活動もある。ムスリムは、2000年にブラウン通りに建てられた、ダンディースラム教会中央モスクで活動している。これは、それ以前にヒルタウンにあった拠点を置き換えたものである。 ビクトリア通りやデュラ通りにも小さなモスクがある。ユダヤ人のコミュニティは19世紀からダンディに存在している。ダドホープパークに1960年代に建設された小さな正統派のシナゴーグがあり、ユダヤ人墓地がその東約 5km のところにある。リフォーム通りにはサムイエーゾン・ダンディという仏教の寺院がある。ヒンドゥー教の寺院とシク教の寺院は、 ウェストエンドのテイラーズレーンにある施設を共有しており、また祝教の寺院は、ビクトリアロードにもある。アルバート広場にある美術館、マクマナス・ギャラリーズ・ダンディは、スコットランドで唯一ジョージレパートリー製の劇場公演が行われている都市で、1930年代に開始された。そこから排出したのが、ハリウッド俳優のブライアン・コックスで、ダンディ出身である。 1982年に建設されたダンディーレップシアターは現在常設劇団のダンディーレップアンサンブルとスコティッシュダンスシアターの活動拠点である。ダンディーの主なオーディトリアムであるケアードホールはジュート男爵と称された講演者ジェームズ・キー・ケアードにちなんで名付けられておりロイヤル・スコティッシュ管弦楽団が定期的に講演を行う。毎年のジャズギター ブルースフェスティバルに際しては、国内外からのミュージシャンが他にも様々な場所で、公演する。アートギャラリーやアートシネマは、1999年に、市の文京地区に開設されたダンディーコンテンポラリー、アーツにある。また、マクマナスギャラリーズは、アルバート広場にある、ゴシックリバイバル建築である。中には、美術館やアートギャラリーがあり、 様々な美術品やダンディの歴史的な遺品、自然の造形物などが展示されている。イギリスで唯一常時公開されている天文台である、ミルズ天文台はバルゲーの丘の頂にある。センセーション科学センターは五感に焦点を当てた80を超える展示物のある科学館である。バーダントワークスは、かつてこの地方を支えた産業であった重都工業に、 関する展示のある博物館で、かつての住都工場に設置されている。V&A センターという名前の新しい美術とデザインに関するセンターが2700万ポンドを、費やして2014年に完成予定で、クレーグハーバーの南に建設される予定である。この新しい美術館により、さらに5万人の観光客を呼び込んで、900人の雇用を創出できる見込みである。 毎年11月の最後の週末には、ダンディ山岳映画祭が開かれ、その年の登山や山岳文化、冒険やスポーツに関する分野の映画の公開が行われる。また美術や貿易に関する展示会も開かれる。D.C. トムソン社のダンディ本社ダンディは出版業の D.C. トムソン社の本拠地である。またダンディでは、幾人かの作家が生まれ、 生活し、勉強してきた歴史があり、多くの文学遺産を抱えている。アリソン・ケネディ、ロサムンド・ピルチャー、ケイト・アチキンソン、トーマス・ディック、メアリー・シェリー、ミック・マクラスキー、ジョン・バーンサイドなどである。ダンディー国際書籍賞は、ポリゴンブックスによる出版と1万ポンドの賞金をかけて、2年おきに選ばれる新人作家の賞である。 これまでにこの賞を受けた作家としては、アンドリュー・スコット、クレア・メアリー・ワトソン、マルカム・アーチバルドなどがいる。しばしば、世界最悪の詩人と言われるウィリアム・マクゴ・ナガルは、この町で働きながら、詩を書いており、時には、パブやバーで、その発表をしていた。彼の詩の多くはこの町とその出来事について、取り上げており、例えば、提供の賛辞などがある。 シティオブ・リカバリープレスはダンディで設立されて、この街の暗黒面を取り上げた本を出して、問題児となった。名産のダンディマーマレードなどを使ってこの街で生まれた、ダンディケーキは、イギリス各地や海外にも広まっている。1970年代のファンクグループ、アベレージ・ホワイト・バンドやアソシエーツ、バンドのスペア・スネア、ダニー・ウィルソン、インディ・ロックのザ・ビュー。 ザローなどがダンディーから出た。ザビューのデビューアルバムは、イギリスのチャートで2007年1月に、トップになった。ディーコンブルーのリッキー・ロス、シンガーソングライターのケイティ・タンストールは、ハイスクール・オブ・ダンディーのかつての生徒である。ただしタンストールは、ダンディー生まれではない。北アイルランドのインディー・ロックバンドスノー・パトロールは、 ダンディ大学の学生で編成され、またプラシーボのリードボーカルであるブライアン・モルコはダンディで育った。毎年6月末にはダンディ・ブルース・ボナンザというブルースの祭典が開かれる。ダンディには11ある BBC スコットランドの放送センターの一つがあり、ネザーゲートセンターの中に位置している。STV ノースの低サイドにおけるニュースと広告の運営は ダンディのシーブライを拠点としており、毎日夜に放送されるニュース番組 STV ニュース、アット6に差し込まれる STV ニュース、低サイドの放送はここから行われている。ダンディには、3つの地元のラジオ局がある。ラジオ帝は1980年10月17日に、開局した。この放送局は1995年1月に、 分割して若い聴衆向けの TFM と古典的なヒット曲を演奏する TM となった。1999年にはディスカバリー102が放送を開始し、後にウェーブ102と解消した。ダンディには2つのプロサッカークラブ、ダンディ FC とダンディユナイテッド f c があり、それぞれデンズパークとタナディスパークを本拠地としている。この2つの本拠地は、 イギリスのプロサッカークラブの本拠地としては最も近い距離にある。ダンディは2回 UEFA チャンピオンズリーグの準決勝までチームを送り出したことのあるイギリスに3つしかない都市のうちの1つである。ダンディ FC は1963年に AC ミランに、ダンディユナイテッド FC は1984年に a スローマにそれぞれ敗れている。 また UEFA ヨーロッパリーグの前に行われていたインターシティーズフェアーズカップでもダンディー FC が1968年に UEFA ヨーロッパリーグになってからダンディーユナイテッド FC が1987年にそれぞれ準決勝に進出しているまたユースのサッカークラブもありダンディーノースエンド FC イーストクレイギー FC ロチーハープ FC ロチー,ー・ユナイテッド・ FC、ラキ。ユナイテッド・ FC、ダンディ・バイオレット・ FC、ブローティ・アスレティック・ J ・ FC、ダウン・フィールド・ FC の7つのクラブがこの地域にある。ダンディーでは、アイスホッケーチームのダンディ・スターズとダンディ・タイガースが、活動しており、どちらもダンディ・アイス・アリーナを拠点としている。スコットランド・ナショナル・リーグに参加しており、またダンディ・スターズはこの他にノーザン・リーグと、 カップコンペティションにも参加している。ダンディには2つの15人制ラグビーのチームがあり、ダンディハイスクールフォーマーピューピルズは、スコットランドハイドロエレクトリックプレミアシップの一部で、モーガンアカデミーフォーマー、ピューピルズは3部で活動している。さらに、ハリス FPRFC、パム RFC、ストブスウェル RFC が、ダンディで活動しており、 スコットランドハイドロエレクトリックカレドニアリーグ2部に参加している。他にメンジーシルホッケークラブ、ダンディーノーザンライツフロアボールクラブ、ダンディーホークヒルハリアーズなどのクラブがある。ダンディーとその周辺地域にはスコティッシュウォーターが水を供給している。ダンディーとパースシャー、アンガスの一部はイスラ川にあるリントラ船貯水池とバックウォーター貯水池から給水を受けている。 電気は、スコティッシュサザンエナジーのスコティッシュハイドロ、エレクトリックが供給している。ゴミ処理は、ダンディ市当局が行っている。ダンディの約15,500世帯にゴミ回収、リサイクルの仕組みがある。缶、瓶、ペットボトルは毎週回収される。対比化できるものと、リサイクルできないものは各週に回収される。紙は4週間おきに回収され。 リサイクルに回される。リサイクルセンターと回収ポイントは、ダンディの多くの場所に設置されている。回収されるのは、鉄とアルミの缶、段ボール、紙、電気製品、エンジンオイル、庭木の切りくず、ガス容器、ガラス、液状の食べ物や飲み物の容器、プラスチックボトル、プラスチック袋、瓦礫、金属品、靴、ハンドバッグ、メガネ、繊維、鈴白、木材、 電話帳である。ダンディ市当局の範囲の現在のリサイクル率は31%とされている。保健サービスは NHS イサイドが行っている。ナインウェルズ病院が救急部門を持つこの地域唯一の病院である。初期診療は多くの一般病院が行っている。ダンディではスコットランドの他の地域同様。 スコットランド救急サービスが救急車を運行している。警察は、サイド警察の管轄である。また、サイド消防、救命サービスが、消防活動を行っている。ダンディの姉妹都市の紋章とその国旗が、シティチャンバーズに掲げられているダンディは、7つの、姉妹都市と、文化的、経済的、教育的な関係を持っている。これに加えて、 スコットランド聖公会のブレチン教区は、アメリカのアイオワ教区、スワジランド教区と姉妹関係にある。ありがとうございます。